はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日はですね。 テスラの個別銘柄としての特徴を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。このチャンネルについてなんですけれども、少しでもベターな投資判断につながるような参考情報を発信してますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。で、このチャンネルでやっていることはですね、個別銘柄とかアクティブファンドとかの過去データの分析動画、こいつを作っております。それなのでですね、何か分析してほしい個別銘柄とかアクティブファンドとかありましたら、まあそういったリクエストがありましたらですね、 と、コメント欄に書いていただければ対応させていただきますので、投資の前の検討とか投資の後の確認として使っていただければと思います。で、この動画のですね、推奨する視聴環境はこの3つになってまして、結構文字とか数字が小さくて、なおかつ長弱になる可能性高いので、なるべく大きな画面で、なるべくいい画質で再生速度を早めての視聴を推奨しております。で、設定の変更は、 YouTube の右下の歯車マークのところからできますので、よろしければやってみてください。で、これ僕の簡単なプロフィールで3年間証券会社の営業をやって、それからはトレーダーとして成計を立っております。で、これご参考までにこれまでのパフォーマンスになります。 はい。というわけで、基礎データからまずは洗っていきましょう。今回取り上げる銘柄がテスラですね。で、銘柄コードがこんな感じです。で、上場した年が2010年になります。で、現在の上場市場はナスダックっていうふうな形になります。で、今回の動画で見ていくものなんですけども、この二つになってまして、まずはですね、この銘柄単体での過去の1営業日から10年間のリターン、こいつを検証していって、で、その次にですね、マーケット全体、まあ具体的にはインデックスですけれども、それ との比較をしていってですね連動性の検証やら何やらそういったことをですねやっていきたいと思いますで検証期間はですねテスラが上場をした2010年の6月の29日からって形でやらせていただきたいと思いますでと比較していくインデックスなんですけれどもこの2つですね S&P500 と NASDAQ 100この2つと比べていきたいと思いますでですねとリターンの種類なんですけれどもこの3つありましてで今回見ていくものはですねここの配当向き ですすねこいいいいつを見てきたと思まはい。というわけで、まずは結論から言っていきます。こんな感じになったんですけれども、とりあえずですね、まずは値動きの連動性、これに関してなんですけれども、どちらのインデックスの値動きに対しても連動性が高いっていうふうな、そういった形になりました。で、お次に値動きの感濃度なんですけども、これはですね、どちらのインデックスの値動きに対しても感濃度が これめちゃめちゃに高いっていうふうな、えー、そんな感じになりました。で、リターンとリスク、これはシャープレシオのことなんですけども、これはですね、1営業日のリターン以外は、どちらのインデックスにも劣っているっていうふうな形になりました。で、リターンの独自性ですね、これはアルファと言われるものですが、これに関してはほとんどないっていうふうな形になりました。これですね、マーケット全体との連動性が高く、かつリスクが大きいから、このテスラのリターンが高かった可能性が高いと、そういった形になりました。 で、このテスラへの投資前提なんですけども、これはですね、まあ基本的にはアメリカ株に対して強気っていうふうな形なんですが、ただですね、この銘柄、値動きの感能度がですね、めちゃくちゃに高いので、ちょっとそれは注意が必要だと思います。ではですね、なんでこの結論に達したのかですね、それをですね、ここから数字使って見ていきたいと思います。 はい。では、まずは、テスラのですね、過去のパフォーマンスの検証、こいつからやっていきたいと思います。これがですね、2010年の6月29日から2021年の12月31日までのテスラの各営業日における配当抜きのリターンですね。それを示したものになります。ではですね、まず、ここの1営業日間、こいつを例にとって、ここの用語解説やっていきたいと思います。これ、サンプルが2898ってなってるんですが、これはですね、 2010年から2021年までの間で、えー、とテスラの1営業日間のリターンの個数というのが2898個あってでそのうち52.14%に当たる、えー、1511回が1回当たり平均して2.55%上昇。 で、47.86%に当たる1387回が1回当たり平均してマイナス2.26%を下落。で、このテスラのですね、1営業日間での平均リターンというのは0.25%でしたよっていうふうな、そういった形になっています。で、ここの標準偏差ですね、これは一般的にリスクと呼ばれるものでして、具体的にはリターンの振れ幅の大きさを示したものになります。それなので、こ,こっちの3.54、これが示しているところはですね、 ここの平均リターンの0.25%、こいつを中心として上下にプラマイ3.54%のリターンの振れ幅っていうのが大体ありますよっていうふうな、そういった見合いになります。 で、ここのシャープレシオがリターンあるリスク、つまりはディスクに対するリターンの獲得効率、これを示したものになってまして、計算式自体は平均リターンを標準変数で割ったものになってまして、このシャープレシオが高ければ高いほどディスクに対して効率よくリターンを稼いでますよっていうふうな、そういった形になります。 で、最大リターンと最小リターンですね、えー。ここの場合はですね、1営業日間での最大リターンと最小リターンになります。なので、一番運が良かった人っていうのは、テスラに投資をして、1営業日間で資産が24.40%増えていて、で、逆に、一番運が悪かった人っていうのは、テスラに投資をして、1営業日間で資産が21.06%減っちゃってましたよっていうふな、そういった意味合いになります。これがですね、1営業日間での説明で、で、えっと、1年から 10年までですね、同じ方式で計算してあるんですけども、もう一つですね、ここの1年間、お礼にとって説明していきたいと思います。 このサンプルがですね、2649となっているんですが、これはですね、2010年から2021年までの間で、テスラの250営業日間、まあこれは1年間なんですけども、だいたい、この1年間のリターンの個数っていうのが2649個あって、で、そのうち73.12%に当たる1937回が1回あたり平均して15、158.47%上昇。で、26.88%に当たる 712回が1回あたり平均してマイナス13.14%を下落。で、このテスラのですね、平均リターンっていうのは、まあ1年間の平均リターンは112.34%でしたよと、そういった形になっています。それなので、ここの場合はですね、えっと、平均してテスラを1年間持っていると資産がだいたい2倍ぐらいになってましたよっていう感じですね。で、標準偏差はですね、この場合は1年間のリターンの振れ幅の大きさ、それがですね、 112.34%を中心として、上下にプラマイ19、192.48%ありましたよっていうふうな意味で。で、シャープレッションに関しては、ま、1年間のリターンの、ま、リスクに対するリターンの獲得効率。こいつを示したものになります。で、最大リターンと最小リターンに関しては、この場合は、1年間での最大リターンと最小リターンなので、それなので、一番運が良かった人っていうのは、テスラに投資をして、250営業日間、ま、1年間で、資産が、えっと、1029.06%増えていたので、 まあ大体、えっ、ー、と、11倍ぐらいになってたっていうふうな形で。で、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、一番運が悪かった人っていうのは、えー、テスラに投資をして、えっ、ー、と、1年間で資産が40.20%減っちゃってましたよっていうふうな、えー、そういった意味合いになります。で、それが2年から10年まで同様っていうふうな形ですね。では、ここから外観していくんですけれども、 ま、このリターン見ればですね、まあ、一目瞭然なんですけれども、えっ、ー、と、基本的に、え、このテスラのリターンですね、まあ、これはむちゃくちゃ良かったっていうふうな、えー、そういったことが言えるんじゃないかなと思います。まあ、ここの1年間のところで、さっきも説明したんですが、えー、1年間の平均リターンで、平均して資産が、えっと、だいたい、えっと、2.1倍ぐらいになっているっていうふうな形なので、まあ、それなんで、えっと、めちゃめちゃ儲かってますね。で、えー、ここの10年間、まあ、これサンプルは少ないんですけども、えっ、ー、と、平均のリターンがえー万千、えー、1232 なのでえー、それなのでですね、えー、この場合は、えー、120、平均して123倍になってたって感じですね、資産が。えー、それなんで、えっ、ー、と、100万円投資していたらば、平均して資産が、えっ、ー、と、1億2300万円になってたっていうふうな、えー、そんな感じになってるんじゃないかなと思います。で、えー、もっとすごいのが、この最大リターンと最小リターンですね。えー、これですね、えー、最大リターンが、えっ、ー、と、10年間投資して、 一番運が良かった人は、えっ、ー、と、2520.06%なので、まあ、それなんで、えっ、ー、と、だいたい206倍ぐらいになってた。まあ、100万円が、えっ、ー、と、10年間で、えっ、ー、と、2億600万円になってたっていうふうな形で、で、一番運が悪くても、えっ、ー、と、リターンが、えっ、ー、と、プラス3518.17%なので、まあ、それなんで、一番運が悪くても、テスラに投資をして10年間で資産が、えー、36倍になってたっていうふうな感じですね。前、ま、はあ、100万円が3600万円になってたっていうふうな、えー、そんな感じになってるみたいです。で で、えー、ここのですね、え、6年間から10年間なんか見てみるとですね、えー、損失数が0って形になっているので、まあ、それなんで、えっ、ー、と、テスラに投資をして、まあ、6年以上投資してた人っていうのは、基本的に損した人が0人ですよと。で、なんならば、えー、ここの6年間なんかでも、えっ、ー、と、一番運がいいと、資産がですね、えっ、ーと,えー、と、28倍ぐらいになって、なっていて、で、一番運が悪くても、資産が24%増えてましたよっていうふうな、 そんな感じになってるみたいです。とりあえず、これがですね、テスラの過去のパフォーマンスの検証で、まあ言えることはですね、まあめちゃくちゃ、えっと、リターンは良かったよっていうふうな、そんな感じになってるみたいです。で、えっと、次見ていくのがですね、えっと、これを、えっと、マーケット全体、まあ具体的には、インデックスですね、そいつと比較していってですね、まあ連動性やら、えっとですね、このテスラのリターンっていうのは、マーケットがたまたま好調だったから、えっと、その分で、えっと、えた分のリターンなのか、それとも、えテスラのですね、独自の値動きによって、えた分 のリターンなのかってことを見ていきたいと思いますそれがですねここの下のところになりますではまず平均リターンここから見ていくんですけれども え、これですね、えっと、テスラが一番上で、えっと、下にですね、S&P500 と Nasdaq100 の、え、それぞれの同期間の平均リターン、え、こいつがですね、えっと、えっと、並べてあるっていうふうな感じになります。で、え、ここの下の赤字のところですね、え、これはですね、テスラのリターンをインデックスのリターンで割ったものですね、え、それがそれぞれ示してあって、で、これですね、えっと、テスラのリターンの方が、インデックスのリターンよりも高ければですね、え、こうやって、え、緑で塗りつぶしてあるっていうふうな感じになります。で、まあ、これ見てもですね、まあ、一目瞭然な んですけども、えっ、ー、とテスラの方がですね、リターンはですね、この S&P500 並びにナスダック100よりもま全然良かったっていう風なそんな感じですね。で、同期間の S&P500 の平均リターンが13.05%で、まあ、これもですね、えっ、ー、とめちゃめちゃこの S&P500 好調で、でナスダック100に関しては20.54%っていうとんでもない数字叩き出していて、まあ、あの基本的にマーケット全体はむちゃくちゃ好調だったんだけども、テスラはですね、その上を行く好調さっていう風なそんな感じに。 なっているみたいで,すで、す、えー、とりあえずこれがリターンで、で、次見ていくのがですね、えっ、ー、と、ィスクですね。えー、これを比べていきましょう。で、えー、これも同様の形式でですね、えっ、ー、と、同期間のリスクが示してあるんですけども。 えー、ここの赤字のところはですね、えっ、ー、と、テスラのリスクをインデックスのリスクで割ったものになっていて、で、これはですね、えっ、ー、と、リターンと違って、えっ、ー、と、リスクは小さい方がいいので、えっ、ー、と、テスラのリスクがインデックスのリスクよりも小さければ、えっ、ー、と、緑で、えー、と塗りつぶしてあるんですが、えっ、ー、と、ただ、えっ、ー、と、テスラのリスクがインデックスのリスクよりも、えー、高ければですね、まあこんな感じで赤字で塗りつぶしてあるみたいな、えー、そんな感じになります。で、まあこれいつも一目瞭然なんですけれども、えー、リターンはですね、テスラが、えー、と圧倒的に高かったんですけれども、 ディスクもです、ね、テスラの方がインデックスに比べて圧倒的に高いっていう風な。 え、そんな感じになってるみたいです。で、えっと、次に見ていくのが、ここの下のところに見えてるシャープレッシオってやつなんですけれども、え、これはですね、え、要は、リターンとリスクの兼ね合い、え、こいつを測る指標になります。まあ、要はですね、どんだけリターンが高くても、えっと、その分、えっと、それよりもたくさんリスク取っていたらば、まあ、たくさんリターン稼げるのは当たり前なので、なので、え、ここの、えっと、リターンっていうのは、あくまでリスクとの兼ね合いで、え、見ていった方がいいんじゃないかなと、え、個人的には思っているというか、まあ、あの学術的にはそうなってるっていうふうな感じになります。で、え、ここのシャープレッシャ 見ていくんで、すけどえ、ここの赤字のところはですね、まあ、あの、シャープレシ、あの、テスラのシャープレシオをインデックスのシャープレシオで割ったものになります。で、シャープレシオは高ければ高いほどいいので、えっ、ー、と、テスラのシャープレシオの方が高ければ緑で塗りつぶしてあって、テスラのシャープレシオの方が低ければ赤で塗りつぶしてあるみたいな感じになります。で、これですね、えっ、ー、と、1営業日間まあ、単日に関しては、 テスラのシャープレシオンの方が、えっ、ー、と、インデックスのシャープレシオンよりも、えー、高いので、えー、つまりはですね、えー、ここの、えっ、ー、と、リスクに関して言えば、1営業部間では、えっ、ー、と、テスラの、えー、とリスクの方が、えっ、ー、と、高いんだけども、ただ、それ以上にリターンを、えー、稼いでいるから、まあ、だからここのシャープレシオンの数値自体は、えっ、ー、と、テスラの方が良くなりますよっていうふな、な、えー、そんな感じになります。ただですね、問題はここの1年から10年でして、これ真っ赤っかですね、えー、つまりはですね、えー、この1年から10年に関して言うと、えー、テスラの方が インンデックスよりもも、圧倒的にリターン自体は高いんだけれどもただ、それ以上にリスクをたくさん背負い込んでしまっているから、だから、要はこのシャープレッション自体はテスラの方が悪くなりますよっていうふうな、そんな感じになっているみたいです。 で、えっと、次に見ていくのがですね、え、ここの、え、相関係数ですね、え、こいつを、え、見ていきたいと思います。で、え、この相関係数は、それぞれのインデックスの値動きに対する、え、連動性ですね、え、それを示したものになります。で、これは、え、最大値がプラス1で、え、最小値がマイナス1。で、えっと、中間地点がプラマイゼロなんですけれども、え、この意味合いとしては、え、プラス1に近づけば近づくほど、テスラとインデックスの値動きの方向、え、これが一致する確率が、え、高くなりますよと。で、え、逆にマイナス1に近 近づけば近づくほど、テスラとインデックスの値動きっていうのは、えー、と要は逆方向に値動く確率が高くなりますよと。で、ゼロに近づけば近づくほど、テスラと,、えー、とインデックスの値動きが一致する確率っていうのは、だいたい50-50ぐらいになりますよっていうふうなそういった意味合いになります。で、まあこれ見るとですね、えー、結構ゼロ、えー、以上一以下っていうふうな形なので、えー、と専門用語で言うと純相関っていうふうな形ですね。で、なんならばですね、えー、結構強い純相関っていう形で、ここの端実から えっと、1年ですね。えー、ここに関しては、まあ、純相関でもそこまでむちゃくちゃ強くはない純相関なんですけども、ただ、えっと、ここの1年、えっと、2年ですね。えっと、2年から10年に関しては、まあ、どちらの、えっと、インデックスに対しての、 えっと、相関係数が、えっと、かなり高くなっているので、え、それなのでですね、ま、基本的に、え、このテスラっていう銘柄は、え、S&P500 並びに、え、ナスダ100の、えっと、値動きと、え、連動する可能性は、え、連動する可能性というか、え、連動性は、え、かなり高いですよっていうふうなことで、え、覚えておいていただければと思います。で、え、ここのリスク倍率はですね、さっき見た、え、テスラのリスクを、それぞれのインデックスのリスクで割った数値、え、それなので、えっと、リスクをどれだけたくさん取ってるか、え、少なく取ってるかっていうふうな、そういった指標になります。 で、この相関係数とリスクバイスが計算できたら、ベータってものが計算できるんですが、 これはですね、えと、さっきの結論のところで見た、値動きの感濃度になります。で、これですね、計算式自体は、相関係数にリスク倍率、これを掛け合わせてあげると、ベータって数値が出てきて、なので、このベータっていうのはですね、値動きの連動性に取っているリスク量の大きさ、そいつを加味すると、このベータって数値が得られると、そういった仕組みになっています。で、これですね、ま、あの、1年間俺例にとって、どんな感じか説明するんですけども、 これ S&P500 と比較してみた場合だと、テスラのベータ値が6.83ってなってるんですけども、これはですね、S&P500 が1年で10%上昇したら、テスラは×ける6.83%で 68.、68.3%上昇ですよと。で、逆に10、10%1 年で S&P500 が下落したらば、テスラは×ける6.83で68.3%下落しますよみたいな。まあ、これあくまで理論値ではあるんですけども、まあ、そういった関係性を示すのが、このベータと数値に になりますで、このナスダック100と比べた場合だともっと広くて、えっと、ナスダック100が1年で10%上昇したら、テスラはかける8.71で87.1%上昇。で、逆に、ナスダック100が1年で10%下落したらば、テスラはかける8.71で87.1%下落みたいな。まあ、これもあくま理論値ではあるんですけども、まあ、そういったですね、まあ、値動きに対する感濃度、それを示すのがこのベータって数値になります。でですね、ここのベータまで出すとですね、この、テスラ のリターンはめちゃめちゃ高かったわけなんですけども、そのリターンっていうのが、マーケットがたまたま好調で、なおかつそれとの連動性が高くって、で、それになおかつリスクを取っていたから、エレタ分のリターンがどれくらいで、で、そのマーケット全体との値動きとは関係なく、このテスラの独自の値動きによって、エレタ分のリターンっていうのがどれくらいってかっていうのが出せるんですが、それがですね、ここの下に見えているですね、ベータによるリターンとアルファによるリターン、この二つになります。でですね、まあ、ここ見ていくんですけども、 この平均リターンは、さっきのですね、上で見たテスラの平均リターンとイコールになるんですけども、この平均リターンっていうのが、ベータによるリターンとアルファによるリターン。この二つに分解ができます。で、こっちのベータによるリターンが、さっき言ったマーケット全体が好調だったから、エレタ分のリターンですね。それがベータによるリターンで、こっちのアルファによるリターンが、マーケット全体とは関係なく、エレタ分のリターン。ま、要はテスラの独自の値動きによって、エレタ分のリターンっていうのが、ここのアル ファンによるリターンという形になります。まあ、それなのでえー、っと解釈としてはですね。 え、この平均リターンが、えっと、いくらプラスであっても、え、ここのアルファによるリターン、え、こいつがですね、え、マイナスだったらば、え、それっていうのは、え、たまたまマーケット全体が好調で、なおかつそれとの連動性が高くって、で、なおかつ、え、たくさんリスクを取っていたから、えっと、リターンを得れたのであって、えっと、その、えっと、アルファがマイナスであるのであれば、え、その銘柄の独自のリターンというのはございませんよと。で、逆にですね、え、ここの、えっと、平均リターンが、まあ、プラスでもマイナスでもこれはどっちでもいいんですけども、え、いずれにせよ、ここのアルファによるリターンがプラスだった場合には、まあ、その高は あるんですけども、まあ、あのマーケット全体とは関係なく、その銘柄の独自の値動きによって得れた分のリターンが、まあ、ありますよみたいな、えー、そういった意味合いになります。でですね、えー、ここのベータによるリターンの、えー、計算式はですね、えー、とさっきの S&P5、まあの インデックスの、えー、とリターンですね。平均リターンに、えー、ここのベ、えータ値、こいつを掛け合わせてあげると、えー、ここのベータによるリターンっていうのが、えー、出てきて、で、ここのアルファによるリターンはですね、えー、ここの平均リターンから、えーとインデあの、ベータによるリターンを差し引くと、えー、ここのアルファによるリターンっていうのが、えー、出てきます。では、えー、ちょっと1年間を例にとって、えー、説明したいと思うんですが、 え、これですね。まあ、テスラの平均リターンは112.34%というとんでもないリターンでしたよと。じゃあ、内訳見てみるとですね。まず、じゃあ、S、S&P500 と比較してみた場合だと、えー、本来であれば、えっ、ー、と、S、S&P500 の、えっ、ー、と、値動きとの連動性に取っているリスク量の大きさを加味すると、S&P500 の平均リターンの6.83倍に当たるですね、えー、ここのですね、えっ、ー、と 89.、89.18%のリターンが獲得できていたはずなんだけども、えー、それが、え、112 2.34になっている理由っていうのは、要は、ここの S&P500 とか、そこの値動きでは説明できない23.16%のリターンが独自の値動きであったから、だから、ここの89.18と23.16を足し合わせて112.34になってますよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、この場合はですね、テスラのアルファによるリターンプラスなので、それなので、大部分はですね、この平均リターンのうちの大部分は、マーケット全体が好調だったから、エルタ分のリターン なんだけども、ただ、えっと、残りの、えっと、少しに関しては、 ちゃんと、えっと、テスラの独自の値動きによって、エレタ分のリターンがありますよっていうふうな感じになるんですが、えー、問題が、ナスダック100と比べてみた場合でして、えー、これですね、ナスダック100と比べてみた場合にベ、ベータとアルファと分解すると、えー、これですね、えっ、ー、と、ナスダック100の値動きの連動性に取っているリスク上の大きさ、えー、それを加味するとですね、ナスダック100の、えっ、ー、と、リターンの8.71倍に当たる、えー、178.91%のリターンが、えー、獲得できていたはずなんだけれども、えー、それが、えっ、ー、と、112.34% に収まっちゃってる理由っていうのは、要はここのアルファによるリターンがマイナス66.56%あるから、だからここの178.91をここのマイナス66.56を組み合わせちゃうと、ここのとベータのリターンを下回る銘柄の平均リターンに収まっちゃってますよっていう風なそういった見えになっています。でですね、ここの平均リターンのうちのとベータとアルファそれぞれのリターンがですね、どれだけを占めてるのかと示したのがここの構成比率って形になります。 でえーとまあ、これでですね、えー、と1年間例にとって言うんであれば、えー、S&P500 と比較してみた場合だと、えー、リターンのうち、えー、79%はマーケットが好調だったから、エルタ分のリターン。でえー、と残りの21%に関してはテスラの独自の動きによってエルタ分のリターンなんですが、ナスダック100と比較してみた場合だと、リターンのうちの、えー、159%、えー、100%超える部分が、えーと マーケット全体、この場合はナスダック100が好調だったから得られた分のリターンで、で、逆にですね、テスラの独自の値動きによって、全体のリターンのうちの59%が失われちゃってますよっていうふうな、そういった感じになっています。とりあえずこれがベータとアルファの説明でして、で、まあ外観してみていくんですけれどもですね、ここの単実なんか見るとですね、ちゃんとアルファによるリターンが出ていて、で、ここの構成比率見てもですね、S&P500 と比較してみた場合だと、全体のリターン のうちの70%がテスラの独自の値動きによって得れた分のリターンで、で、ナスダック100と比べてみた場合でも、全体のうちの55%が、えっ、ー、と、テスラの独自の値動きによって得れた分のリターンというふうな形でなっていて、で、S&P500 に関しては、ここの1年間のリターンも、まあ、あの、多少ないとも、え、アルファ出てるよって形なんですが、ただですね、えっ、ー、と、他の期間、えー、まあ、あの、ナスダック100と比べてみた場合には1年間も含むんですけども、えー、ここのですね、えっ、ー、と、2年から10年、えー、こいつを、えっ、ー、と、見ていくと えっと、思いっきりアルファがマイナスに突っ込んじゃってますよと。で、これでですね、えっと、リターン自体は好調なんだけど、アルファが思いっきりマイナスに突っ込んでるっていうのはどういうことかっていうと、まあ、要は、えっと、このですね、 えっと、リターンは確かにめちゃくちゃいいんだけども、ただ、えっと、それぞれのインデックスの値動きの連動性に取っているリスク量の大きさを加味すると、本来であれば、このリターンを上回る、こんだけのリターンが獲得できていたはずなんだけども、ただ、それっていうのは、要は、ここのアルファのマイナスによってかき消されちゃって、書き消されちゃって、ここのリターンに収まってますよと。これだけでも十分なリターンって十分なリターンなんだけれども、ただ、えっとですね、ここの連動性とかリスク量を加味すると、 であれば、えー、こんだけのリターンが得れたので、まあ、要はですね、えっ、ー、とテスラに関して言うと、リターンはめちゃめちゃ高いんだけども、えー、それっていうのは要はむちゃくちゃリスク取りまくってて、なおかつ連動性が高かったからそれだけのリターン得れたのだって、本来であればもっとリターンが高くてもおかしくはなかったっていうふうな、えー、そんな感じになります。まあ、えっ、ー、とここのですね、えっ、ー、とさっきの相関係数やる何やらで述べたも通りなんですけども、えー、基本的にはテスラっていうのは、えっ、ー、とマーケット全体との値動きの連動性が高くて、まあ、それはですね、まあ、いろんな銘柄に割と共通して ていることなので、まあ、一般的っちゃ一般的なんですが、え問題はですね、えー、取っているリスクがめちゃめちゃ大きいというか、えー、リターンのフレフがむちゃくちゃに大きいということで、 ま、要は、えっと、リターン自体は、え、大きいんだけど、え、リスクをめちゃくちゃ取ってるから、だから、えっと、テスラっていうのはすごいリターンが良かったのであって、別にですね、えっと、そこのリス、えっと、リターンとリスクの効率を示すシャープレッシオのところで見ても、そこまで、えっと、高くないっていうか、むしろインデックスより負けていたので、ま、それなんで、仮にインデックスでテスラと同じぐらいのリスク取ったらば、えっと、このテスラよりも、えっと、いいリターンが得られた可能性がえ高いっていうふうな、そんな感じになります。え、とりあえずですね、え、これが、えっと、ま、連動性やら、え、ー 感濃度やら、あとですね、えっ、ー、と、独自のリターンやらみたいな、えー、そんな感じで、で、えー、これでですね、えっ、ー、と、動画は以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでですね、えっ、ー、と、個別メーカーとかアクティブファンドとかですね、まあ何か、えっ、ー、と、分析してほしいリクエストとかありましたらですね、えー、お気軽にコメント欄に書いていただければと思います。で、あとですね、えっ、ー、と、この動画もっと皆さんのお役に立てるように、あの、ですね、改善していきたいと思ってますので、何かしかフィードバック等ありましたらですね、えー、そちらもコメント欄に、あの、遠慮なく書いていただければと思います。 はい。というわけでですね、今回の動画は以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。